折り紙切り紙の基本、二つ折り、四つ折り、六つ折り、八つ折り、十折り、十二折りの方法を紹介します。まずは二つ折り。二つに折ります。これで出来上がりです。これを斜めに切ります。二等辺三角形の出来上がりです。ベルの形などに使えますね。次は四つ折りです。二つ折りにして90度回して四つ折りにします。これも斜めに切りましょう。切るところを間違えるとバラバラになってしまいます。気をつけてくださいね。ダイヤの形になりました。上下と左右が対称になります。今度は6つ折りです。道具を使いましょう。三角定規です。60度のところを当てて、これにぴったり合うように折ると簡単に正確な6つ折りができます。三角定規を使わない方法も動画で紹介しています。斜めに切ると三角形のような形、クローバーのようなものができますね。二四六ときましたから、次は八つ折りですね。まず二つ折り、それを半分に折って四つ折り。ここで半分に折って八つ折りにすればいいのですが、半分ずつ片側ずつ折った方がきれいに折れます。これも切るときにバラバラにならないように方向に気をつけて切ってください。十字ができました。四つ葉のクローバーなんかができますね。今度は五つ折り。五つ折りは三角から始めます。正方形を三角形に折ったら、これを90度傾けてまた三角形に折って折り筋をつけます。手前の1枚だけ取って中心に先を合わせます。ここで折り筋をしっかりつけてくださいね。で、その先をまたそこの折り筋に合わせて折っておきます。中心が大事ですよ。中心から先ほど折ったところに向かって斜めに折ると、これで十折りができるんですね。はい、ここで裏返して折り目がぴったり重なるように折ってください。これも斜めに切ると、はい、星型になりました。桜の花なんか作るときにぴったりですね。最後は十二折りです。これは六つ折りをさらに半分に折ります。三角定規を使いましょう。三角定規を使わない方法がいくつかありますが、私の動画の場合は正確な六つ折りで検索してみてください。この六つ折りをさらに半分に折ります。で、ここで斜めに切ると雪の結晶などを作るのにぴったりの形に折れます。基本のこの折り方を参考に折り紙切り紙をいろいろ楽しんでみてください。参考になるサイトもたくさんありますのでご覧ください。